こんにちはニュースの時間です今日午後2時ごろ国会議事堂が男性1人に占拠され警察や機動隊だけでは手に負えず自衛隊が投入される事態が起きました調べによりますと占拠しているのは30代後半の屈強な男性とのことです その男性が選挙した理由をしている A さんに聞き込みを行ったところ数日前にカムロ町である若い男性がそのとこに昔カムロ町には桐生和馬という伝説の国道がいたと教えその男性はそいつは今どこにいると聞くと裏の政治家たちにどこかで保護されていると告げその男性はじゃあその政治家がいそうなところに頼みに行くぜと言い笑って去っていったそうです他にも国会議事堂から脱出した政治関係者 B さんはその男性が安倍総理に キリュ一馬をここに呼び出せさもないと北極熊を葬り去った猛獣の連携鏡を味わうことになるぜと脅しそれに対し安倍総理はそんなに興奮しないでくださいマスク2枚配布しますからと答えその男性は嫌味か貴様と反論したとのことです警察は身の安全が確保できるまで引き続き警戒に当たるとのことです